ホンダ技研工業がかつて生産、販売していた S シリーズ第2弾の小型スポーツカーである。相性は S6、S500 に続き1964年3月から1965年12月に生産した FR2 シーターのオープンスポーツである。現在でもヴィンテージカーとして一定の人気を保っている。また、 西ドイツへ輸出した初めてのアジア製四輪車でもあった。オートバイやフォーミュラカーで培われた技術をもとに自動車製造の経験不足を補うべく、自動車としては独特のアイデアやメカニズムが参見される車両となっている。エンジン S500 同様の水冷時下 4DOHC エンジンでボア、ストロークともに拡大し、606cc とした。 AS285E 型へ変更された。同社の一連の4ストローク二輪、グランプリマシンや F2、F1 のエンジンと同じ設計を取り入れた超高回転型エンジンを採用している。当時の日本車としては珍しい DOHC と四連キャブレターを装備し、606cc という限られた排気量の中で回転数で馬力を出す二輪用エンジンのような 特性であった。装備された景品正規製作所製4連キャブレターや当庁、エキゾーストマニホールドに、当時のホンダ F1 の雰囲気が読み取れる。サスペンション、ドライブドレーン基本構成は、すべて S500 を踏襲している。駆動方式は FR であり、フロントサスペンションは縦置きトーションバースプリングと、ダブルイッシュボーン、リアサスペンションは、 コイルスプリングとトレーリングアームの組み合わせの4輪独立喧嘩である。このうちリアは駆動用チェーンケースをトレーリングアームと兼用としたチェーンアクスルを採用している。これはオートバイやスクーターでは採用例が多いものの4輪車ではほとんど例がないチェーン駆動と後輪独立喧嘩の組み合わせという構成となっている。この方式は駆動トルクのリアクションにより アクセルペダルを踏み込めば、リアを持ち上げ、戻せば沈み込む挙動を特徴とし、優れた路面追従性を実現していた。ボディ S500 との相違は、外見的な相違は、冷却風量を確保するために開口を増したメッキグリルと、それに伴うバンパー形状の変更以外存在しない。ユニークなヘッドランプなど愛らしい外見で、ホンダ総一郎のお気に入りだったと言われる、また、 リアフェンダーの張り具合は、芸車の伝武をイメージしたものとも言われている。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第49号3ページより、ドイツ自動車市場に中国車の並みこの形式の AS285E の AS とは、オートモビルスポーツの略であると言われている。ありがとうございます。